三浦翔太は岩手県上平郡大津町長出身の元プロ野球選手、宇藤右内。プロでは育成選手であった。小学校3年時から野球を始め、途中で滝沢村へ引っ越す。滝沢村立滝沢南中学校時代は滝沢岩手シニアに所属し、公式野球を始める。森岡大福校に進学し、野球部に入部。野球部では、 唯一特進クラスに在籍していた。1年次にアンダースローに転校。2年次の秋からエースとなり、3年時の夏は岩手県予選準決勝で敗退。甲子園出場経験はなし。高校卒業後は、国立大学の岩手大学教育学部障害、教育課程、スポーツ教育コースに進学。北東北大学野球連盟に加盟している、同校野球部に入部する。 一年次の春からリーグ戦に登板し、秋には国立大学ながらリーグ戦2位と躍進。自身は優秀選手賞を受賞した。三年次の秋にも再び2位躍進を果たし、二度目の優秀選手賞を獲得した。最終的に4年間で通算72試合に登板し、35勝27敗、防御率1.87を記録。通算十五勝。 通算400奪三振、通算38関東、通算4無四級勝利、1シーズン7勝、1シーズン10関東、1シーズン4完封と七7つのリーグ記録を塗り替えた。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから育成3位指名を受けた。2012年は主に3軍戦に登板し、23試合で3勝8敗。 1セーブ、防御率3.73、3軍戦に登板した投手の中で最長の94イニングを投げた。2軍戦にも登板し、8試合21イニングを投げ、0勝2敗、防御率3.00の数字を残した。しかし肘の故障で11月20日に、右肘関節内側側副靭帯の再建手術を行った。2014年10月31日に、 球団から戦力外通告を受け、同日付で自由契約公示された。引退後は、岩手県の教員採用試験に合格し、県内の中学校で体育教師として勤務する傍ら、軟式野球チーム、雫石クラブに所属し、オール岩手に選ばれ、国体にも出場している。アンダースローから、最速時速137キロメートルのストレートと、スライダーカーブシンカーを投げる。 同じアンダースロー投手である渡辺俊介と牧田和久を参考に投球を収めたビデオで研究を重ねていた。ありがとうございます。